ハロー YouTube、 おさきんです。はい、今日は近くのどんさん亭にお邪魔したいと思います。はい、こちら本当にねたまに行くところなんですけども、大森先生ともねすれ違って、YouTube してるんですよって話した記憶がありますよね。大森先生見てますか？はい、それでですね、今日は熱々カットステーキの方ですね、 300g をいってみたいと思います。今日は肉食らうということで、肉のね焼ける音をお楽しみいただければと思います。最後までご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは着丼しました。行ってみよう。オニオンで、ライスは種類を変更してパリ10となっております。ご注文以上でお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。肉の部位はどこだかわからないんですけども、バターがね入っていまして、こちらでコクをプラスしてるっていうようなバターになりますね。これを入れることでですね、本当にコクが増されてね美味しいステーキになります。ソースはオニオンと醤油から選べるんですけども、お酒はいつもオニオンになりますね。マイウー、肉の焼き加減はミディアムになります。ミディアムのね割に結構赤みが残ってレアっぽいような仕上がりになってますね。マイウー、胡椒入れすぎだってって言われそうなんですけどもね、これでもかーっていうばかりにね、もりもりガリガリにね、いつも入れてます。今日もガリガリモリモリに入れてます。マイウー、マイウー、じゃがいももねホクホクしてね美味しいですよ。はい、今日ねトッピング忘れちゃったんですけど、フライドガーリックがね、最初からついてくるんですけど、フライドガーリックを頼むとフライドガーリックと生ニンニクがねついてくるんですけど、ちょっと今日忘れちゃいましたね。マイウー、肉だけね食べればねすごく、いい感じなんでしょうけど、お酒の場合ねライスは外せない感じなんで、まあ、思わずライス食べちゃってますけどね。今日は肉中心なんで、あんまり肉からのご飯なんてねやらなかったんですけど、なんでこんなご飯好きなんですかね。まあ一時期ですね、今の茨城県産のコシヒカリ使ってるんですけど、その前のご飯はあんまり美味しくなかったんですよね。言うと怒られちゃうことなんですけど、ちょっとパスパスな感じだったんですけど、やっぱりね飲食店ちょっと最近いい米ね使わないとっていうので、2年ぐらい前かな変わったんですけど、その前から比べると茨城県産コシヒカリすごくね美味しいんですよ。おかわり、お伺いします。
大豆とスープを買う、はい、100枚でよろしいですか、はい、大満足どんさん亭で肉食らうの辺をね今お届けしておりますけども、まあたまにねラーメンばっかりじゃなくて肉食べたいですよね。一時期はちょっとハマってた時があって週一必ず食べてた時代がありましたね。そこからなんか肉に目覚めて、その後いきなりステーキなんかもねよく行ってて、でいきなりステーキを毎週行くようになってからはねしばらく行かなくて、でいきなりステーキがね潰れちゃってみたいな感じからまた復活して行ってたんですけどね、次はねラーメンの方にシフトしてみたいな感じで、まあ、約1年ぶりぐらいのね訪問になりました。ほんとねいいっすよね。まあ、動画的にどうなんだろうって思うんですけどね、結構長く食事はかかっちゃうんですよね。その、まあ、30分ぐらいかかっちゃって、別に皆さん他の方だともうこう映して美味しそうみたいな感じで、まあそれでもねいいんですけど、お酒の場合はもうちゃんと食べてるところも、集約してみたいな感じで思ってるんで、こんなね作りになっちゃってるんですけど、まあ迷いますよね。まあ、まあ美味しくお酒の場合はいただけてるんで、まあこのままでいいかなみたいな感じでいます。まあ皆さんのねご意見がもしあればお聞かせしてもらいたくて、アンチ的な人もいるんで、なんかおっさんが食べて感想を言うだけかよみたいな感じでお言葉いただいたりして、まあまあその通りですって思うんですよね。本当にその通りだと思うんですけどね。でも書いてくれた方がまだありがたいと思うんですよ。まあそう思ってるだろうなと思いつつ動画は上げてるんですけど、それなりにね、勉強させていただいております。本当に今日もね、大満足ということでね肉いただきました。はい、どんさん亭さんありがとう、美味しかったです、ごちそうさまでした。ハロー YouTube、 はい、おさきんです。はい、おさきんチャンネルではですね、毎日ラーメン食べ歩き乾杯乾杯ライブの方もやっております。リフォーム関連のショールームへ行ってみた動画なんかもやっております。これからもいろいろ頑張ってきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。